三河狸もゆとりくやりエリアへクスリタた RBR は狸もかの水草。水中用はあまり発達せず、水中の泥の上を這い、地下にも茎状の地下葉を伸ばし、あちこちに補充能をつける。別名に糸狸もがある。多年生で常緑性の水草。茎は水中の泥の表面を補服し、さらに泥の中に地中葉を伸ばして植物体を、 泥の上に固定させる。茎の先端は渦巻き状になっている。水中葉は茎にまばらにつき、長さはせいぜい1センチメートル程度、1から5個の列片に分かれる。水中葉の円にはまばらに細かな巨子があり、まばらに補中脳をつける。冬になっても塔画を作らない。地中葉は根のように見え、まばらに補中脳がつく。8から9月に花をつける。 家計は高さ5から8センチメートルほどで直立し、1から3個の花を生じる。花は黄色で径5から6ミリメートル。額は長さ2ミリメートルほどで、花が終わってもほとんど成長しない。日は前向きに伸び、下唇と同調か、やや長い。花柄は花後に3から6ミリメートルに伸び、曲がるが下向きにはならない。果ては長さ3ミリメートルほど。 一株の前景水中用、地中用と補充能、タヌキモ族には大まかに陸生の種と水草になるものがあり、それぞれ前者が耳かき草類、後者がタヌキモ類と呼ばれることもある。耳かき草類は地中か地表を横に這う茎があり、地表にはサジ状やヘラ状など単をだし、地下には根のように地下に茎を伸ばし、ここに補充能をつける。他方、 タヌキモ類は水中に茎を伸ばし、葉は糸状で何度も分子して、そこに補充脳をつける。タヌキモ類には耳かき草類と同じように泥の中に地中茎を伸ばす種も含まれる。その中で本種はこの両者を中間の型を示す。主軸は水中に伸びることもあるが、多くの場合にごく浅い水底を這い、家系の基部からは多くの地中茎を泥の中に伸ばす。 これは、耳かき草類の成長の方に近い。他方、水中用は、タヌキモルイらしく糸状で分子するが、その分子はごくわずかだけしか行われない。本州では、関東から近畿地方、九州、南西諸島に分布する。国外では、台湾、インド、オーストラリア、アフリカに知られる。浮遊して生育することもできるが、蒸気のように泥の上に広がって、 地中継を伸ばして生育することもできる。ごく浅い低質の上に茎を伸ばし、絡まり合ってマット状になり、あるいは、浮遊状態でも絡まり合って、マットを形成することもある。低質に固定したものは、水が干上がると盛んに花を咲かせ、また、浮遊状態のものもマットを形成すると開花する。ただし、湿地状態のものは意をこせず。 その場合には一年草として振る舞うこともある。浮遊したものは、その一部が生き残り、多年草となる。日本には、タヌキモ族が11種ほどあるが、水中性のものはすべてもっと水中用が細かく、分かれて発達し、また花が、もっと大きい。混同しそうなものはない。オーバーナイトタヌキもオーバーナイトタヌキモ勇気映えるは、アジア、ヨーロッパ、アフリカ、 南北アメリカに渡る分布を持ち、日本には鑑賞用に持ち込まれた。大きな違いは、花がずっと大きいことで、それ以外にはほとんど差がなく、本種をこの種と同じ、あるいはその足とするなどの扱いもある。ただ、日本在来のものとはその花の大きさにも不連続があるとして、別種とする判断もある。日本には存在しなかったものであるが、現在は栽培から移出し、 野生状態で見られる例がある。食中植物として、また綺麗な花をつける水草として栽培されることがある。水底に地中系を伸ばすことから、ごく浅いところまで泥や水苔を詰めた形で栽培すると、絡み合って、マット状に反模し、多くの花をつける。以下、種として、サタケほか、p 三十九田鍋、P129.135 サタケほか、 P139 佐竹けほか、P139 角の P153 佐竹けほか、P138 角の P292 から293田辺 P133。ありがとうございます。